こんにちは、ゆきです。今回はショートケーキのシーンを作るチュートリアルパート2というところで、ケーキの本体の部分とクリーム、いちごとアラザン、このロゴのマークの部分以外のこのお皿とかフォーク、この机マグ、壁を作っていきたいと思います。では早速お皿から作っていきましょう。とりあえずこちら今こんな感じでバラバラだと見にくいと思うので、全て選択したら M 新規コレクションからケーキと名前をつけてコレクションに入れておきます。あとこのロゴ名前つけてなかったと思うのでロゴと変えておきます。ではこちらにお皿を作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の円を選択します。頂点今32もあるんですけど、こんなにいらないので16まで減らしておきましょう。タブキーを押して編集モードに移動したら S で縮小していきます。プロポーショナル編集は切っておいてください。点キーの7を押して上から見ながら調整してあげると分かりやすいかなと思います。今回はだいたいこんな感じですね。ケーキの位置がちょっとだけ右寄りなので、オブジェクトモードで少しだけ右に移動しておきます。ではこの状態からまずは ES で縮小していきます。幅はだいたいこれくらいで、続いて GZ で下に少しだけ下ろしていきましょう。また ES で縮小して GZ で下に下ろしていきます。続いてもう一度 ES で縮小して、また GZ で少しだけ下に下ろしたら ES で縮小、 M 中心にで頂点をマージしてあげます。ケーキがあってちょっと邪魔なので、こちらのアウトライナーから隠しておきましょう。では今度は少しだけこの外側を反らせていきたいので、コントロールプラス R でこちらに1本辺を入れていきます。辺を入れることができたら Alt を押しながらこちらの辺を一周選択して、 GZ で少しだけ上に上げてこんな感じで反らせてあげましょう。では一度滑らかにしていきたいので、モディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択します。上の数値2まで上げておきましょう。サブディビジョンサーフェスを追加するとこの輪郭が少し滑らかになりすぎてしまうので、こちら面取りをしていきたいと思います。辺選択に切り替えたら Alt を押しながらこちら一周選択します。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。セグメントは1つだけ増やしておいてください。こんな感じで少し輪郭が際立った感じになりました。あとこちら側も同じように後ろから見てこんな感じで Alt を押しながら一周選択したら、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードをかけておきましょう。ここから厚みを出していきたいと思います。また編集モードで A で全選択したら E で下に伸ばしていきましょう。サブディビジョンサーフェスをかけているので、この端っこが少し細くなってしまうと思います。なのでコントロールプラス R でこちらに1本辺を入れて、 S で少しだけ拡大してこの輪郭を丸くしてあげましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではお皿できたので名前をつけておきます。では位置合わせをしていきたいと思います。このお皿を置くテーブルの上の面をこの XY 平面にちょうど合わせていきたいので、この皿の仮面の部分を GZ で上に上げていって、この X 軸に当たるようにしてあげます。ではケーキを戻してあげたら、こちらアウトライナーから右クリックオブジェクトを選択で全部選択して GZ で上に上げていきます。透過表示をオンにしながら位置を調整してあげましょう。こんな感じの位置でいいですね。では今度はフォークを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。まずはちょっとこのままだと操作しづらいので GZ で上に上げていきましょう。S で縮小していきます。サイズはとりあえずこれくらいで SX で細くしていきましょう。こんな感じの細長い平面にできたら、タブキーを押して編集モードに移動します。頂点選択に切り替えてこの奥側の頂点を S で縮小していきます。
続いてコントロールプラス R でこの横向きに辺を1本挿入してあげたら、この先ほど狭めた方を両方とも選択して GZ で上に上げていきます。こんな感じで角度をつけることができたら、真ん中の辺を選択してコントロールプラス B でベベルをかけていきます。こんな感じで5本ぐらい辺ができればいいかなと思います。続いて今度はこちら向きにコントロールプラス R で辺を入れていきましょう。フォークのこの間の穴が3つ欲しいので、今回は分割数は6に設定しています。ここまでできたら面選択に切り替えて、だいたいここら辺ですね、こちらの5個ずつ選択してあげましょう。右クリック面を削除で削除してしまいます。ではこちらの持ち手側を作っていきましょう。辺選択に切り替えたら、こちらの辺をオルトを押しながら選択します。まずは EY でこんな感じで伸ばしていきます。 S で縮小して、 GZ で少しだけ上に上げます。続いてまた EY で伸ばしていって、 S で縮小して上に移動していきます。ここまでできたら点キーの3を押して横からの視点に切り替えて E で移動していきます。また E で伸ばしていって、だいたいこれくらいですね。とりあえず適当に長さを決めたら S で拡大していきます。ここまでできたら一度滑らかにして形を見ていきたいと思います。モディファイアープロパティからモディファイアーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択しましょう。上の数値を2に上げておきます。だいたいフォークっぽい形になったかなと思うので、また細部を調整していきたいと思います。編集モードに移動したら、まずはこちらもう少しだけ角張らせていきたいので、コントロールプラス R で辺を1本挿入していきます。こんな感じでそれぞれ辺を挿入したら、この穴の部分を少しだけ角張らせてあげます。続いてフォークの先端もう少しだけ尖らせていきたいので、 S で縮小していきます。いい感じになってきたかなと思うんですけど、横から見るとこんな感じで少しこの辺から離れてしまっているので、こちら選択したらコントロールプラス B でベベルをかけて角度をつけてあげます。セグメントは3ぐらいでいいかなと思います。続いて今この持ち手の部分ちょっとまっすぐすぎるかなと思うので、コントロールプラス R で真ん中に1本辺を入れたら、 GZ で少しだけ上に上げてちょっとカーブをつけた感じにしてあげます。では厚み出していきます。モディファイアを追加からソリッド化を選択。このソリッド化は上に持っていきたいので、こちらの右上を長押ししながら上に移動していきます。幅はスケールを変えてから調整したいと思います。まずは配置していきましょう。S でもうちょっと縮小していって、R で回転したり、こんな感じの位置に今回は配置していきたいと思います。GZ で下に下ろしていきます。ここからは厚みがあった方が調整しやすいので、スケールをコントロールプラス A、スケールで1対1対1にしてあげます。ソリッド化の幅を調整してあげましょう。今回は 0.001m にしてみました。あとソリッド化つけるとこんな感じで端っこがぺったんこになってしまうので、コントロールプラス R で1本辺を入れて、この持ち手側の方に辺を移動して厚みを出してあげましょう。あと滑らかにしておきたいので、右クリックスムーズシェードを適用してあげます。ではまた位置を調整していきます。こちら合わせるとこんな感じでめり込んでしまうので R、X、X で X を2回押してローカル X 軸に対して回転していきます。透過表示に切り替えながら、だいたいこんな感じの位置でいいかなと思います。ではフォークも完成しました。名前をつけておきましょう。ケーキの芯に入ってしまったので一度出しておきます。では続いて今度はお皿の上にアラザンを転がしていきたいと思います。適当に1個選択したらシフト D で複製して、透過表示に切り替えながら位置を合わせていきましょう。
G、シフト Z で高さを変えずに位置を調整することができます。またシフトプラス D で複製してシフト Z で XY 平面上で動かしていきます。もう一つぐらい欲しいのでシフトプラス D で複製してまた移動していきましょう。適当に転がしておけばいいかなと思います。では続いてこのマグカップを作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。蓋のフィルタイプというところをなしに変更しておいてください。ではサイズを調整していきます。S で縮小して、ケーキに合わせてサイズを変えていきましょう。だいたいケーキの高さとそう変わらないぐらいがいいかなと思います。今回は10センチぐらいがちょうどいいサイズかなと思います。一番下の面を XY 平面に当てておきましょう。ではこちらのケーキたちはあっても邪魔なので隠しておきます。一度 X 軸と Y 軸は0に設定して真ん中に置いておきましょう。では形を調整していきます。もう少しだけ細くしたいので S、Shift、Z で高さを変えずに細くしていきます。続いて持ち手をまずは作っていきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動したらコントロールプラス R でマウスホイールを1回だけ回して2本辺を挿入していきます。 SZ で高さを変えていきましょう。もう一度コントロールプラス R マウスホイールを1回回して2本辺を挿入したら SZ でこんな感じで移動していきましょう。幅はこれくらいでいいかなと思います。では点キーの1を押して正面からの視点に切り替えます。面選択に切り替えたら透過表示をオンにしましょう。こちらとこちらの面を選択するとこんな感じで2つ面が選択されると思うのでそのまま E で伸ばしていきます。そうすると先端がこんな感じで三角になってしまうので SX0 で平らにしておきます。では調整していきましょう。透過表示に切り替えて頂点選択にしてこちらはコントロールを押しながら選択解除してあげます。まずは G で移動して E で伸ばして R で回転、また E で伸ばして R で回転。そうするとちょっとだけこちらよりも幅が広くなってしまうので S、Shift、Y で Y 軸方向こちら向きの長さは変えずに細くしていきます。また E で伸ばして R で回転、 E で伸ばして R で回転。ちょっと細くなっちゃったなと思ったら S、Shift、Y でこんな感じで調整していきます。また E で伸ばして R で回転、 S、Shift、Y で調整しつつこちらもちょっとだけ G で移動して R で回転。大きくなってしまったら S、Shift、Y で少しだけ小さくしてあげましょう。ここまでできたらこちらの6つずつ頂点を選択した状態でこの辺の中の辺ループをブリッジをクリックします。そうするとこんな感じで間を埋めてくれるので取っ手をつなげることができました。では今度滑らかにした状態で調整していきたいと思います。まずはモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択、上の数値を2まで上げておきましょう。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用します。点キーの1を押して正面からの視点でまた調整していきたいと思います。変に分厚い場所があったり角度が変だったりする場所は少しずつ位置を調整していきましょう。この部分もうちょっと辺が欲しいのでこちら選択したらコントロールプラス B でベベルをかけて辺を増やしておきます。こちらも同じようにコントロールプラス B で辺を増やして、だいたいこの頂点同士が等間隔ぐらいになればいいかなと思います。
ちらのこの辺の向きなんですけど、このカーブの接線に対して直角方向に伸びているとちょうど綺麗な形になりやすいかなと思うので、それを目安に調整してあげてください。今回はこんな感じにしてみました。では底の面と内側も作っていきましょう。まずは一番下選択したら ES で縮小して M 中心にでマージします。またオルトを押しながら一周選択してコントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。セグメントは一つだけ増やしておいてください。続いて内側も同じように、まずはこちら選択したら ES で縮小、 EZ で下まで下ろしていってまた ES で縮小して M 中心にでマージしてあげます。内側の辺を一周選択できたら、こちらも外側と同じようにコントロールプラス B でベベルをかけていきます。こんな感じですね。そうするとこのサブディビジョンサーフェスをかけている影響でこの先端だけ細くなってしまうので、辺選択に切り替えてオルトとシフトを押しながらこんな感じで2本選択できたらコントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。これで先端も細くならず丸くなったかなと思います。あとはこの取っ手の継ぎ目の部分ですね、ちょっと盛り上がりすぎてるかなと思うのでこちらも調整していきましょう。辺選択の状態でこちらの一周を選択していきます。下も同じように、こんな感じで両方とも一周選択できたら、このままだとちょっとどんだけ膨らんでいるか分かりづらいので透過表示をオフにしてコントロールプラス B でベベルをかけていきます。この取っ手のついている部分がだいぶ輪郭が際立ってよりリアルな感じに見えるかなと思います。では名前つけておきましょう。あとは今回のシーンでは見えないんですけど中身も一応作っておきたいと思います。タブキーを押して編集モードに移動します。辺選択に切り替えたらオルトを押しながらこちらの辺を一周選択しましょう。そうしたら左上の選択からループ選択、内側領域のループを選択をクリックします。これでこちらの辺ループよりも内側をすべて選択できたと思うのでシフトプラス D で複製してあげましょう。 P 選択で分離してあげます。複製した方を選択できたらここまで飲み物ないと思うのでオルトを押しながら一周選択、 GG で G を2回押して頂点スライドしていきます。高さはだいたいこれくらいですね。そうしたら ES で縮小して表面張力で一番外は膨らむと思うので GZ で少し下ろします。また ES で縮小してちょっとだけ GZ で下ろして、ES で縮小、もう一度 ES で縮小、 M 中心にでマージしてあげます。サブディビジョンサーフェス使っているとこの外側がこの下の方に引っ張られてしまうのでこちらの横向きにコントロールプラス R で1本辺を挿入して上に寄せていきましょう。そうすると外側だけちょっと尖った感じになると思います。これで中身の飲み物も完成しました。名前つけておきましょう。では続いて今度はこちらのマグの側面にロゴをつけていきたいと思います。今回は平面のオブジェクトにマテリアルを設定してこのシュリンクラップでこちらに貼り付けていく方法を取りたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。モディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択してシンプルに切り替えて5ぐらいまで数値上げておきます。モディファイヤーを追加からシュリンクラップを選択、こちらのスポイトのマークをクリックしてこちらのマグを選択します。今このままだと変な風にくっついてしまうのでタブキーを押して編集モードに移動します。まずは一度 S で縮小していきます。続いて RX90 で90度回転します。点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら G で移動していきます。続いて GZ で移動していきましょう。ちょっとサイズ大きすぎたみたいなのでもう少しだけ S で縮小していきます。あとは位置を調整しながら
だいたいこんな感じで貼り付けばいいかなと思います。ただ今ぴったりすぎるのでオフセットを調整して少しだけ離してあげましょう。あとはオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげます。こんな感じでロゴも完成したので名前を付けておきます。では続いて机を作っていきましょう。ケーキたちもまた再表示していきます。こちら3つは少しだけ左の方に置いておきましょう。では机を作りたいのでシフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら S で縮小していきましょう。 SX で伸ばして、とりあえず今回はこんな感じの広さでいいかなと思います。E でそのまま下に伸ばしていきましょう。これで形ができたので面取りをしていきたいと思います。モディファイヤーを追加からベベルを選択、セグメントを2に上げて量を小さくしていきましょう。あとはモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェス、上の数値を2に上げておいて右クリックスムーズシェードを適用します。こちらもテーブルと名前をつけておきましょう。では壁も作りたいのでシフトプラス A からメッシュの中の平面 RX90 で90度回転したら点キーの7を押して上からの視点で GY で位置を調整してあげましょう。こちらも大体の位置でいいかなと思います。ウォールに名前を変えておきます。ではあとはイチゴをこんな感じで転がして今回は終了したいと思います。本体と種を選択して Shift プラス D で複製して R で回転。位置を調整してあげましょう。もう一つ Shift プラス D で複製して R で回転。あとはこの3個全く同じ形なので適当に選択した状態で形をちょっとだけ調整してあげましょう。こんな感じでいいかなと思います。これで全てのオブジェクトが完成しました。では次回からマテリアルの設定をしていきたいと思います。最初はケーキのマテリアルを設定して、それから徐々に他のマテリアルも作っていこうと思います。こちらのケーキが一番時間がかかるものなので、何回か動画を分割すると思います。ではキリがいいので今回はこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。